どうもイチです。今回は12月のクレジットカードに関するキャンペーンまとめといったテーマでお話ししていきます。まずは本動画の総論です。結論から言うとこうなります。こちらを解説していきます。この動画を見ればクレジットカード新規発行利用などでもらえるキャンペーン内容を知ることができます。12月のクレジットカードのキャンペーン、1つ目は SPGMX です。結論から言うと SPGMX の紹介で史上最大規模の7万5000円マルエットボンボイポイントがもらえるキャンペーンを受けることができます。詳細3つです。1つ目期間、12月7日までの申し込みの期間限定です。2つ目利用額、入会後3ヶ月で30万円以上のカード利用プラス紹介で7万5000ポイントがもらえます。詳細としては3つあって、1つ目は10万円以上のカード利用でプラス3万6000ポイントボーナス、2つ目は30万円以上のカード利用でプラス3万ポイント、最後3つ目は30万円利用時の通常ポイントプラス9000ポイントがもらえます。つまり合計で7万5000ポイントを獲得できるということです。 SPGMX のメリットをざっくり言うと、年1回の高級ホテル無料宿泊特典、マリオットゴールドエリート会員資格の付与、マリオット系レストラン 15% 割引、マリオット系ホテル宿泊でお得に宿泊、40社以上の航空マイルに移行、 ANA JAL は 1.25% の移行率など非常に特典が充実しています。最もおすすめの利用方法としては、ポイントを貯めてマイルへ移行し、旅先で無料宿泊特典を使えば移動プラスホテル宿泊が実質無料で利用できます。デメリットとしては家族カードの年会費、券面デザインなどがあります。この SPG に関しては過去の動画で詳しく解説してありますので、そちらをご覧ください。また東京マリオットホテルに宿泊した時のレビューも動画でありますので、部屋の内装やレストランの食事など見たい方はそちらを見てください。まとめると、 SPGMX に新規入会プラス紹介で最大7万5000ポイントがもらえるキャンペーンです。12月のクレジットカードのキャンペーン、2つ目は PayPay カードです。結論から言うと7000円相当のポイントがもらえます。詳細は2つです。1つ目入会特典、新規発行で2000ポイント、2つ目利用特典、3回利用で5000ポイントもらえます。注意点として、 PayPay 残高のチャージ分、7個クレジットチャージ分、 T マネーのチャージ分などは3回利用特典の対象外です。そんな PayPay カードのメリットは3つです。1つ目年会費、 ANA 無料です。2つ目還元率、 PayPay カード利用で 1% 還元、100円につき1円相当の PayPay ボーナス付与、 PayPay ステップで最大 1.5% 還元、合計最大 2.5% 還元を実現しています。さらにヤフーショッピング、ロハコで 3% 還元などの特典があります。3つ目懸念、シックでスマートな印象、安心安全のバンゴレス仕様ですので、カード情報の盗み見が低減します。またバーチャルカード、プラスチック製カードの2種類があり、物理カードは縦型横型の2種類から選択可能です。その他国際ブランドはビザ、マスターカード、 JCB の選択が可能、申し込み&審査は最短7分で使えます。デメリットは2つです。1つ目ヤフーカード会員は PayPay カードの申し込み不可、2つ目 Apple Pay 未対応。まとめると、 PayPay カード発行&利用で最大7000円相当のポイントがもらえるキャンペーンです。12月のクレジットカードのキャンペーン、3つ目はセゾンプラチナビジネスアメックスです。結論から言うと、通常2万2000円税込発生するプラチナカードは初年度年会費無料になります。詳細は2つです。1つ目期間、2022年3月31日までの申し込み分まで、2つ目永久不滅ポイント、さらに期間中新規で追加カードに入会後発行の翌月末までに追加カードで2万円税込み以上利用すると永久不滅ポイント600ポイント、3000円相当がもらえます。さらに加えて JAL マイルは最大で 1.625% の還元率を実現、世界140以上の国、600を超える都市の1300所以上の空港ラウンジを無料で使うことができるプライオリティパス、24時間365日利用可能のコンシェルジュサービスが付帯しています。本サービスは例えば予約困難なレストランの予約から子供のスイス留学サポートなど幅広いサービスを提供しています。その他海外旅行障害保険は最高1億円の利用付帯、国内旅行障害保険は最高5000万円の自動付帯、障害疾病治療は300万円、ショッピング安心保険年間300万円、オンラインプロテクション付帯、電子マネーは ID クイックペイの両方を搭載しています。さらに ETC カードは年会費無料、さらに加えて追加カードは9枚まで発行可能です。こちらは過去の動画で詳しく解説してありますので、そちらをご覧ください。まとめると、セゾンプラチナビジネスアメックス発行で実質年会費無料になるキャンペーンです。12月のクレジットカードのキャンペーン、4つ目はビットフライヤークレカです。結論から言うと500円相当のビットコインがもらえます。詳細は2つです。1つ目期間、2021年12月1日から2022年3月31日23時59分まで、2つ目条件、ビットフライヤークレカの申し込みが完了し本カードにてショッピング利用、これをクリアすることで500円相当のビットコインをもらうことができます。このビットコイン専用クレジットカードの特徴は5つです。1つ目種類、スタンダードとプラチナがあります。券面はビットフライヤークレジットカードとビットフライヤープラチナカードがあります。2つ目国際ブランド、どちらもマスターカードを採用。3つ目年会費、どちらも初年度無料。ビットフライヤープラチナカードに関しては2年目以降の年会費16,500円税込み、しかしカードショッピング年間150万円以上税込み利用で年会費無料。4つ目還元率、ビットフライヤークレジットカードは基本 0.5% 還元、本キャンペーン期間中は 2.0%、 ビットフライヤープラチナカードは基本 1.0% 還元、キャンペーン期間中は還元率 2.5% になります。5つ目付帯サービス、ビットフライヤークレジットカードはカード盗難紛失保証付帯、ビットフライヤープラチナカードはカード盗難紛失保証に加えて旅行障害保険、ショッピングガーディアン保険、空港ラウンジの利用、マスターカードテイストオブプラチナが付帯しています。まとめると、ビットフライヤークレカは新規入会で500円相当のビットコインがもらえ、さらに決済でビットコインを貯めたい方におすすめのクレジットカードです。
12月のクレジットカードのキャンペーン5つ目は山田ラビカードです。結論から言うと最大で126,000ポイントがもらえます。詳細は3つです。説明期間2021年10月1日から2月28日までの申し込み利用。2つ目対象山田ラビカードに申し込み発行山田ネオバンク口座を開設。口座設定で山田ラビカードの引き落とし口座を山田ネオバンクの口座に指定。対象店舗サイトで本カードでお買い物をするだけ。3つ目特典5000円以上利用で1000ポイント期間中最大2万5000ポイント1万円以上利用で抽選で最大10万ポイントがもらえます。つまり合計12万6000ポイントがもらえるチャンスです。なお月の利用に限ります。そんな山田ラビカードの特徴は3つです。1つ目ポイント貯まるポイントは山田ポイント。山田電機での利用で 10.5% のポイント還元を受けることができます。内訳は山田電機で 10% 永久不滅ポイントが 0.5% の 10.5% です。2つ目年会費初年度年会費無料次年度以降550円税込み発生しますが前年度に1回以上のカード利用があれば翌年の年会費は無料になります。3つ目優待国内外のパッケージツアーが最大 8% オフレンタカーの優待や空港での手荷物サービスなど充実しています。その他国際ブランドはマスターカードですので基本的に世界中で使うことができます。また上位互換カードとして山田ラビ ANA カードがあります。結論から言うと違いは3つで1つ目が国際ブランド山田ラビカードはマスターカード山田ラビ ANA カードはアメリカンエクスプレスになってます。2つ目がマイルです。こちらはマイルが貯まりませんがこっちは ANA スターアライアンス加盟各社のフライトで ANA マイルが貯まります。3つ目が声優とサニーリビンで 5% オフの違いです。毎月特定日に食品などのお買い物で 5% オフを受けることができます。というのもこちらは UC カードが発行こっちはクレディセゾンが提供しています。つまり発行会社ごとに出している特典が付帯しています。さらに山田ラビ ANA カードは ANA マイレージクラブのマイルと山田ポイントは相互交換が可能です。さらに加えてセゾン永久不滅ポイントは ANA マイル山田ポイントに交換ができます。つまりこの3つは相互交換が可能です。デメリットとしては山田電機で買い物しない人旅行保険の付帯がありません。まとめると山田ラビカードで最大12万6000ポイントがもらえるキャンペーンです。12月のクレジットカードのキャンペーン6つ目は楽天カードゆうちょ銀行デザインです。結論から言うと最大で5500円相当のポイントがもらえます。詳細3つです。1つ目新規入会特典2000ポイント2つ目カード利用特典3000ポイントこちらは初回利用が条件カード初回利用日の翌月25日頃に申請。3つ目ゆうちょ銀行口座設定特典500ポイント口座設定完了日の翌月25日頃に申請。口座振替設定期限までにカード利用支払い口座にゆうちょ銀行口座を設定することが条件になります。なお入会特典を受けるには楽天e ナビへの登録が必要です。本カードは楽天カードとゆうちょ銀行が提携して発行したクレジットカード。メリットは楽天カードの機能が付帯しているところです。ただデザインが変わってゆうちょのロゴと楽天パンダの2種類から選択できるクレジットカードになっています。以前発行された楽天カード道の区銀行と同じようなイメージですね。デメリットとしては本カードにゆうちょのキャッシュカード機能は付帯していません。まとめると楽天カードゆうちょ銀行デザイン発行で最大5500円相当のポイントがもらえるキャンペーンです。12月のクレジットカードのキャンペーン7つ目は三井住友カードビジネスオーナーズカードです。結論から言うと最大で1万2000円相当のポイントがもらえます。詳細は2つです。1つ目最大1万ポイント期間中に三井住友カードビジネスオーナーズ一般クラシックゴールドカードに新規入会しカード入会月の2ヶ月後末までにクレジットカードを利用発行利用期間はカード申し込み月プラス2ヶ月後末まで。特典としてカード入会月プラス2ヶ月後末までの集計金額に 10% を乗じた金額相当の V ポイントをプレゼント。ゴールドは最大1万ポイント一般クラシックは最大8000ポイントとなっています。説明2000ポイント期間中本カードに新規入荷し対象の個人カードと2枚持ちをすると漏れなく2000円相当の V ポイントがもらえます。申し込み期間は2021年11月29日から2022年3月31日対象の個人カードは三井住友カードプラチナ三井住友カードプラチナプリファード三井住友カードゴールドナンバーレス三井住友カードナンバーレス三井住友カードカードレスなどがあります。2つのカードの共通部分は3つです。説明国際ブランドビザです。2つ目券面ナンバーレスです。3つ目ポイント特典特約店利用で 1.5% 還元です。 amazon.co.jp の利用分対象道路事業者の ETC 利用分 ANA、JAL の航空券直接購入分が対象です。ゴールドカードに関しては年会費は5500円税込みですが初年度無料年間100万円の利用で1万ポイントボーナスさらに年会費が翌年以降 ANA 無料になります。さらに空港ラウンジも付帯します。個人事業主会社経営者は検討してみる価値があるクレジットカードでしょう。まとめると三井住友カードビジネスオーナーズカード発行で最大1万2000ポイントがもらえるキャンペーンです。その他 JCB カード W で1万円相当がキャッシュバックされるキャンペーン三井住友カードカードレス発行で最大5500ポイントビザラインペイクレジットカードカードレス発行で最大6000ポイントなどがありますが時間の都合上割愛いたします。三井住友カードカードレスについては過去の動画をご覧ください。まとめ以上 SP ジャメックスペイペイカードセゾンプラチナビジネスアメックスビットフライヤークレカ山田ラビカード楽天カードゆうちょ銀行デザイン三井住友カードビジネスオーナーズカードのキャンペーンをお話ししましたが私が最も印象に残ったキャンペーンは SP ジャメックスのキャンペーンです。紹介で最大7万5000ポイントがもらえるキャンペーンは史上最大規模です。申し込み期間は12月7日です。この機会を機に1枚持てば今後の人生の世界観が変わるクレジットカードになること間違いありません。ぜひ参考にしてみてください。なお SP ジャメックスに関しては下の説明欄のリンクから問い合わせいただければ24時間
以内に紹介リンクをお送りしますので、そちらからお願いします。詳細が気になる方は下の説明欄のリンクからチェックしてみてください。以上、2021年年末12月のクレジットカードのキャンペーンまとめといったテーマでお話しいたしました。はい、この動画が参考になった、役に立ったと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。私一応 Twitter、Instagram、TikTok 公式アットラインもやっておりますので、もしよろしければフォローしてください。ではまたお会いしましょう。バイバイ。